荒らされた盤上を見た老人はただ交差とした。今日はもう遅い。お主はまだ山を降りないのか。キコリは空を見た。ここで碁を見たのはせいぜい1時間。このご老体は碁を邪魔され怒っているのだろうか。そんなことを考えながら頭を下げた瞬間、彼は仰天した。そこに碁を打つ老人などいなかったのか。あるのは朽ちた碁盤とドクロだけ。キコリのカゴが投げ捨てられる。血の気が引いた彼はその場から一目散に逃げ出した。しかし山を降りてみるとそこの景色は見る影もなく変わっている。かつての小さな村はレンガ造りの大きな町に、そしてかつての家は何もない空き地に。暦も自分が見知ったものでなくなっていた。驚いたキコリは村人にその暦について尋ねてみると、すでに100年が過ぎていたのだ。彼の家族も友人もみなしに、顔を知った者すらもういない。それってつまり100歳年を取ったってことじゃん。上昇山を降りたって本当なの？その話手を加えすぎじゃないか。まあ外の人にはわからないかもしれないけど。確かにそこには矛盾がある。だがこれには裏があるのだ。この上昇さんにもう一つの伝説がある。それは山の聖地に隠された不死の秘宝。皆も知っている通り、上昇さんには祭主が長い間住んでいる。だから山にある全ては祭主の力を持つ。つまり山に長く住み、その空気を吸い水を飲めば自然と寿命が延びるだろう。そしてキコリが見ていた対極こそが不老の秘訣なのだ。まあ残念なことにそれにたどり着く方法は失われてしまったのだがな。それはさておき、話はまだまだこれから。またね。はあ、なんだよ騒がしいな。あ、何持ってんだ？どれどれ？雪の影が川になるとき、虹を見下ろし軒を連ねる場所であなたを待っている。ふむ、なるほど。全然わからん。
もまあなんとなくはわかるな。要はお前に会いたいってことだろ。あのお姉さん恥ずかしがり屋なのかな。ふむふむ、雪の影が川になるとき、何言ってんだ。お前そんなことまでわかるのか。はあ、それにしても高知って似たような場所ばっかりじゃないか。そうだな、じゃあ道案内は頼んだ。失っちゃった。あなたもしかして何か私にご用。なんとあなた最軒を連ねる場所。あ、思い出しました。これは高知の一番高い場所から見える景色の高知の北東に行ってみてください。行けば人。それよりさっきのはやはり調理様ですよね。話していたところ見ましたよ。いいなあ、私もあんな風に調理様とお話ししてみたい。でも調理様は先駆条約。調理様は玄妙新人の弟子で獣王術に長け、長子に任命された百貫の王様。まさにこれ以上ないほど尊いお方なのですよ。そうです。その後交流の平和のためレイン様を補佐する任につき、舞台裏憧れるのも当然ですね。はあ、だからずっと尾行してたのに、まさか一瞬目を離したさ。何かよ。ああ、雪の影が川になる時か。外から来た人が知らないのも無理ないね。これは高知の伝説の一つ。あれは数百年前のこと。豪雪に苦しむ貧しい村人を氷が溶け、霧が西へと流れゆく。さながら仙人の降臨といったところかな。でもそれほど。でもこの話はスーさんか。信じてないわけじゃないけど、君はどう？さっきあの話聞いてたよね。ふーん、スーさんはコーチンとゆかりのある家系らしくてね。レイン様で外の世界に興味がある連中にああやって受け入れられて。結局確かに。それに最近は観光気分でここに来る人。なんだよお前。俺はそうか。でも悪いが俺はこ。ん？待てよお前。気をつけろよ。あいつは人の心をもてあそぶのが趣味の根っからの関心だ。知らないのか。あいつは中央の官職を捨ててこんな偏僻なとこに。表向きは自主的にってことになってるが、酩酊で何か悪さをして左遷でもされたんだろう。お前まんまと騙されたな。あいつは野望のためなら何でもする。それにあいつ今週に来てから仕事してるのを見たことがない。うん、レイン様も見る目がないな。あんなのに騙されるなんて。ふん、俺はあいつのやり方が。あいつ今週のあの客人を騙して上昇さんに。どうやら無事に済んだらしいが、自分の悪事を隠すためにそこまでするなんて。ま、少し言葉がきつかったかもしれんが、お前外の人間で騙されやすそうな見た目してるからな。用事を思い出したので失礼します。なんかあのお姉さんの評価
バラバラじゃない？でも紙切れの意味なら分かってきた。なんだかすごーく回りくどかったな。眠い。漂白者、奇遇ですね。どうですか、コーチンには慣れましたか？上昇さんの問題が解決し、今週との往来も再開しました。それに時間の乱れが解消され、これも全て漂白者のおかげです。あなたはコーチンの恩人です。ところでさっき聞き込みをして、シーンは調理と窮地の中だったはず。彼女に聞いてみよう。確かに彼女らしいですね。調理とは深い仲ではありませんが、人よりは彼女を知っているつもりです。彼女は自分の象徴をやすやすと他人に与えません。まして、それについては彼女に直接、彼女の性格はあなたの知る通りです。彼女は決して一目でわかるようなことはしない。そのシーン、そのせいで彼女に関する噂も不評もたくさんあります。だから調理の意図はあなた自身で推し量るしかありません。この謎の答えはもう出ているようですね。でもこの謎は答え以外のものも示そうとしています。では私はこれで失礼します。また何か困ったことがあれば私のところに来てください。伝言が示しているのは、おそらくこの遺跡のことだろう。こう見ると遺跡を望むあの建物、東屋だろうか。確かにあそこなら待ち合わせ、紙切れに書いて約束を果た、昼夜健康。少し遅くなったみたいね。真剣な顔してたんだもの。邪魔しちゃ悪いかなと思ってね。じゃあまずはお礼を。来てくれてありがとう。なあに、相変わらずって。
今週に着いた時にもらった印、あれもあなたの提案？へえ、なかなか鋭いんだね。あれはやむを得ず打ち出した下策。あなたを振り回すつもりなんて毛頭なかった。何はともあれ、ちゃんと謝罪しないと。またこうして面倒ごとに巻き込まれてくれるって言うんだからね。来てくれて嬉しいよ。あなたにも冗談に興じる趣味があるんだね。でもお客人にそんなことをさせるつもりはないよ。聞いてみたいことがあってね。この盤面に見覚えはある？そうだったね。あなたには記憶がない。では上昇山にある不死の秘宝の伝説って聞いたことある？そう。でもあなたが聞いたものとは少し違う。100年ほど前、とある修行者が上昇山にて偉人と出会い、それから山にこもった。碁を打ったりしながらね。そこに山に迷い込んだ一人の木こりがやってきた。彼は盤面の行方に夢中になり、ついうっかり碁と石に触れてしまう。しかし偉人はそれに怒ることなどしない。それどころか木こりを歓迎し、彼を山のふもとまで送り届けてあげた。それから年月が過ぎ、年老いた彼はようやく上昇山に戻り、あの偉人と再会を果たす。その時二人は碁を打った。一説によると偉人は不死の秘宝を最後の対局に隠したという。正解であり不正解、これは類書に残され、棋譜に基づいて再現された未完の対局だから。どう？知ってる伝説とは違うでしょ。でも本筋は同じ。きっと口伝されていく中で少しずつ変化していったのだろうね。伝説というのは往々にしてこういうもの。時間が話の形さえ変えてしまう。その通り。残された棋譜にはこう記されている。この対局は時間の乱れを解くと。つまりこの対局を終わらせることができたなら、時間を制御する秘宝、不死の秘宝にたどり着ける。上昇山が現れる時、対局もまた現れる。時間制御と対局の関係性はまだわからないけど、それが本当なら。
採取の傷を癒すことができる。でもまだ確証はない。寄付に記された情報はただの師匠の思い出かもしれないからね。だからお願いしたいのは本当に個人的な頼み事。もう一度わらわと一緒に山へ入り、その寄付を探すのを手伝ってほしい。ありがとう。終わったらちゃんとお礼してあげるからね。そう。そうね。では、コーチン近くの参道で落ち合おう。じゃ、先に向かってて。わらわは少し準備してくるから。約束通り来てくれたのね。案内人なんだからそれぐらい当然でしょ。抜け道に小道、何でも知ってるんだから。前回の調査で最も見込みのある場所を特定できた。そこに行けば新しい手がかりが見つかるかもしれない。フラクトシデスの連中を倒した後、合流するまでにちょっと探しといたんだ。でもそこに着いてからはあなたの手を借りることになる。頼もしいじゃない。それじゃ出発しようか。どうしたの。これも二人のいい思い出になるかなってね。あの遺跡が気になる？見た感じ食堤の遺跡と似てるけど、規模はこっちの方が全然大きい。採取の降臨と同時に発生した異変の後、あそこに食堤の人が住み着いたらしい。時間を戻す装置もその人たちが関係してるとか。故郷におまじないがあった。初雪が降ると新雪を踏んで足跡を作り、雪が溶ける頃にかなうよう願いを書く。勝利もやった。わらわが踏めば雪はあっという間に溶けてしまう。だからただ遠目に見ていただけだった。昼夜健康。ここからだと高知を一望できるね。なんだか
前に来た時よりも綺麗。やっぱりあの時とは違うからかな。今は頼もしい仲間がいるとか。おい、なんか残像の匂いがする。それもちょっと変な感じが。残像のと人間のと、それと。いろんな周波数が混ざり合ってる感じだ。これは。ま、お前まだ我を信じないのか。こっちは親切でやってるんだ。漂白者、もしかして何か起きた？目的地と同じ方向。もしかして